Why did never give up? はい、どうももちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はね、最近ハマっている料理についてお話ししたいなと思っています。ハマっている料理というか、まあ基本ご飯自分で作って食べてるんですけど、まあ当たり前ですけどね。まあどういう基準で作っているかっていうところで、まあ分かりやすく言うと、筋肉マンがよく言う早い安いうまいみたいなあ、でもそれだと、まあ、牛丼になっちゃうのか。プラス体にいい、ものを、まあ、目指していつも作ってて、まあ少し前もお話したと思いますけど、鍋はいいですよっていうね、話を、まあ、したと思うんですけど、鍋はね、野菜をたくさん食べられて、しかも苦手な人でも美味しく食べられるっていうのが本当におすすめなんですね。というところで、まあ僕は鍋いいよってみんなに言ってるんですけど、ただね、鍋に入れる元もまあ結構カロリーが高かったりして、なんていうんですかね、そこもなんかアレンジできないかなって思ってて、まあアレンジというか、まあ要するに安くできて体にいい感じにできないかなということで、まあ考えてて、でまあいろいろ考えた時に、こういう、まあ鍋にするにしても、あの豚汁とかにするといいのかななんて、まあ思って、豚汁って、まあ、僕の解釈が合ってればなんですけど、あれって味噌汁の鍋みたいなもんなのかなって思ってるんですけど、違うまあだから、まあ要するに鍋の種類を味噌に変えましたと。はい、で味噌汁を買ってきて、で、まあ、自分でこうやってなんか残して、あ、まあやったりしてるんですけど、で最近やっぱりその本当に体にいいものって何なんだろうって、まあ考えた時に、まあついにその添加物とかにもずっと目を背け続けていた、この添加物にも、まあ目をしっかりと、まあ向けるように、まあなったんですけども、よく成分表を見るとね、結構書いてあるらしくて、これが書いてあったら入ってますよ、入ってますよとかね、なんかそれっぽい感じで、全然そんな感じには見えない名称なんですけど、まあ、見ると書いてあるわけですよ。ああこれもや、あこれもやみたいな感じで、まああるんですけどね、まあだからなるべく、まあそれが入ってないやつを選びたいななんて思って、やってたんですけど、そうなってくると、そのお味噌に入れる出汁からもうすでに液体でこうやってドボドボ入れるやつ、ドボドボ入れないかもしれないけど、入れるやつってもうすでになんか入ってるらしくてですね、じゃあ何、最初からあのいりこだしとか昆布だしとかしないといけないのめんどくせえなーとか思ってたんですけど、まあ、うちの母ちゃんがそんなことないからやってみなさいみたいな感じで言われて、でちょっとやってみたんですけど、なんかそう思ったほどなんかめんどくさくなかったというか、まあ自宅にいりこがあったからですね、まあ、それ鍋に入れてグツ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 とこう煮て、だしを取って、あ、確かになんか匂いがするなみたいな、こっから始めていって、でそのだしを作ってる間にもうすでにあの先陣を切るごぼうから準備するわけですよ。ごぼうはもう皮を洗ってで切って、でそしてあの水につけといた方がアクが出るっていうか、もうその沸騰してる間はやって、でちょうど同じぐらいにこっちが沸くから、あのいりこをすくって外して、で今度はそれに空いたところに今度ごぼうをバーン入れて、でまた火をかけて、で今度はその人参を切ってもうほんとざく切りです。もう本当にもうざく切り、もうひねりも何もない、ただ細かく切ってまた入れて、で次はしめじを切るんですけど、しめじはね、なんたまに大きいやつなんか僕気持ち悪くて嫌だから、あのそれもさらに半分とかに切ったりして、でまた入れて、で今度はあのそう何気にね、お揚げ、寿司揚げ、あれがね実は体にいいというか、タンパク質がめちゃくちゃいいらしく、多いらしくて、まあそれもすでに切ってもらったやつをバッと入れて、で今度は
あと僕は豚汁っていうのはスーパー豚汁なんですよね。そう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 、言うの忘れた。そうスーパー豚汁どういうことかっていうと、めちゃめちゃ肉が入ってる。そうそうそう。でまあ言うてで100グラム豚肉入れてるんですけど、だとしても僕が買ってるやつってグラム100グラム138円とかそんなもんだったと思うわけです。ってことは100グラム入れたって150円にもならない金額、安くないか。それをあと、あと豆腐も入れる。それである程度温まったらお味噌汁を、お味噌の素を入れて、これも一応なんか無添加のやつを選んできたんですけども、混ぜて、でまあ完成みたいな感じなんですけど、でさらに納豆ね、この前話した引き割りの納豆、まあ、に温泉卵を入れて、でご飯にのせて、結構なタンパク質の量になるわけですよ。それでこれのその味噌の方には器に移して食べていくんですけど、そこに柚子胡椒だったり、一味唐辛子だったり、生姜の粉だったりで、このま、最近ねちょっとその、あそうそう、これ今度ゆっくり話したいんですけども、飛発という名前の香辛料、これがその内臓の脂肪、内臓を温める効果が非常に高いということでね、そちらの方を入れて食べるんですけど、これがめちゃめちゃ体が温まる上にも美味しいんですよね。なんか味噌汁だけって僕そんな好きじゃなかったけど、豚汁にしてね肉を多めにして食べるとなんかおごしそうを食べてるような気になるんですけれど、そんなにお金もかかっていないということでね、最近はまあ時間がある、まあだから早いではなくなってますよねもはやねまあでもどうなんだろうな、みんなどのくらい時間をかけてご飯作ってるかにもよりますけども、僕の場合は、大体15分ぐらいで作ってるかな。それを長いと取るのかどうかはまああれなんですけども、カレーなんて作ろうもんならめちゃめちゃ時間かかるわけじゃないですか。まあなんかあれよりはねいいのかななんて思うんですけども、で食べてます。いやーまあめちゃめちゃ体にいいし、なおかつ美味しいっていうところもあって、僕の中ではすごく満足しているんですけども、まあちょっと当分飽きるまでは主食はこれでいこうかななんて思ってます。ぜひレパートリーに悩んでる方、そこまで思ったことめんどくさくなかったんで、迷っている方はぜひ食べたりでみてください。これで僕と一緒に健康になりましょう。どんな番組なんだよって話なんですけどということでね、今日は、最近モッチーがハマっている料理についてお話しさせていただきました。いつもご視聴誠にありがとうございます。今後ともモッチトークの応援よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。